本日のメインイベント日本スーパーフェザー級タイトルマッチ10回戦を行います。赤コーナー129パウンド4分の3体験ジム所属、東日本全日本ともに MVP に輝いた2011年度全日本新人王、最新ランキングは WBO 世界スーパーフェザー級13位、WBC 世界スーパーフェザー級12位、そして IBF 世界スーパーフェザー級第8位。今夜2度目の防衛戦、初防衛戦に続けてランキング1位のトップコンテンダーを迎える第46代日本スーパーフェザー級チャンピオン、小川成長を見せる試合、そして世界につなげる試合と今日の試合を位置づけます。チャンピオン小川健一。青コーナー挑戦者、129パウンド4分の3千里馬神戸ジム所属、2006年度全日本新人王、2009年度最強後楽園優勝、日本スーパーフェザー級第1位トップコンテンダー、元 WBC ユース世界スーパーフェザー級チャンピオン、松下健太。先のことは考えていない、集大成と語る35歳、千里馬神戸ジム松下健太です。ジャッジ中村勝彦、同じくウクリとサラサス、同じく阿部和夫、レフェリー染谷道明。チャンピオン。第553回ダイナミックグローブメインイベント日本スーパーフェザー級タイトルマッチ、元世界チャンピオンのお二人、飯田聡さん、そしてセレス小林さんとともにお送りいたします。さあ小川健一、2度目の防衛なるか、大番狂わせなるか、松下健人。開始のゴングが鳴らされました。いきなり前に行った小川、さあ前に出てきた小川です。最初からトップギアに上げている小川、ここから果たしてどう組み立てていくか。右左、さあ早速武器であるその右のストレートを出していった小川、エンジン全開でこの第1ラウンドを迎えました。いや、これだけかかっていくのは難しいですね、小川選手。そうですか。さあここも松下が左、松下も返していこうとしました、まあ、勢いと言ってんだよね、チャンピオンが絶対ありますからね、この勢いを持ってこの第1ラウンドからトップギア。さあ果たして小川健一の代名詞でもある右のストレート、相手の顔面捉えることができるでしょうか。早速松下の左の目の下あたりが赤くなっています。松下ね、左のカバーは低いですからね、右の感じの気をつけなきゃまずいですよね。この低いガード、小川としてみればその右のストレート当てやすくなっています。さあ第1ラウンドが間もなく1分経過しますが、いきなり会場のボルテージも上がっています、後楽園ホール。さあ左のジャブから今はボディへというパンチ、この左は空を切りました。松下健人35歳、千里馬神戸ジムの松下健人、トップコンテンダー、一方のチャンピオン、2度目の防衛戦です。飯田さん、立ち上がりいきなりエンジン全開でいきました小川。そうですね、まあ、ごめんなさい、松下ですね、名前変えてますね、の方も、まあ、落ち着いてますよね、はい、もっと最初でこう飲み込まれて崩れるかと思ったんですけど、はい、さあここも相手をじっくり見てパンチを出していくのは松下。あの右の、ね、内割りに、ね、左のフック狙ってますよね。あ、そうですか。挑戦者ね。さあここはボディに一つパンチを出していった松下健人、1999年からのデビュー、初めてのタイトル挑戦は12年前です。それから5度の挑戦、今回が6度目の日本タイトル挑戦。松下健人、それに対して左のジャブ、そして右のストレート、さらには今回は左右のフックでしっかりパンチを出していきたい、そう話していた小川。ちょっとオーバーチャンピオンの方は、最初の勢いのままちょっと一発狙いの感じがまだ残ってますよね。またこう一回、仕切り直してまたジャブから、ついていきたいですよね、はい、そうですね、この左が、ね、大事になりますよね。今少し両腕だらっと下に下げました小川。ここから
またギアを入れ替えて自分のペースに持っていくでしょうか。左のジャブを使っています。このジャブですか、飯田さん。このジャブをうまく使っていく、はい、繋いでいきたいですよね。それに対して松下健人もパンチを浴びせていきます。さあ第1ラウンドから目が離せない展開となりました。この一戦後楽園ホールも早速小川コール流れています。残り10秒となった第1ラウンド、目が離せないこの第1ラウンド、右のストレート空を切った。さあ左のジャブから、松下も相手のパンチを見極めてパンチを出していこうという第1ラウンド。いきなりトップギアで入っていた小川、第1ラウンド終了です。日本スーパーフェザー級のタイトルマッチです。解説はお二人、飯田聡さんとセレス小林さんです。さあ早速飯田さん、はい、小川のエンジン全開のパンチ見せましたね。いやもうあんな襲いかかるような戦い方今でも見たことなかったんで、まあそれだけ今回こうしっかりとアピールしようっていう気持ちでしょうね。はい、セレスさん、今回のその小川のポイントというのはどういうところになるんでしょうか。やはり、ね、右につなげるパンチですよね。右が強いんで、いかに右を当てるためのパンチを打てるかですよね。はい、はい、そういった意味ではこの第1ラウンドはどうご覧になっていますか、セレスさん。若干硬いなっていう、まだ右を狙いすぎてるなっていうイメージですね。なるほど、はい。一方の松下健人は大ベテラン、50戦のキャリアがあります。果たしてこの小川をどう料理していくのか、果たして小川が松下を KO あるのか。第2ラウンド、ここも小川が前に出る、左のパンチは空を切りました。やはり、ね、松下もねキャリアがあるので、ね、来るの分かって迎え撃ってましたよね。あ、そうですか、はい、小川もそして松下もストレートボディを出していきましたが、左のジャブから組み立てていたボディ、右のフックのような形でボディ当てていきました。さあ左のボディ、うん、この第2ラウンドはボディを重点的に出していきます小川。一方松下、体を小刻みに揺らしながらこちらもボディ。さあ井田さん、一方の松下はどういった組み立てが必要になってくるでしょうか。いや今、本当にこう丁寧にこう上下打ち分けてるんですけども、それでいいと思いますよ。いきなりまっすぐ行くとカウンターもらえますから、それは分かってますよね。いきなり出てきた小川に対してはどんな印象を受けたんですかね。いやー、まさかそう来るとは思ってなかったと思うんですけども、やはりベテランですからね。そうですね、もう自分の組み立てにかかってますよね。はい、あ、ここも左いきなり前に出ていきました小川。まあ、今日のね、挑戦者の松下選手、必ずね、内割りに打ち返すのと返しまで打ってますよね、3つまで。あ、そうですか、はい、そのパンチを1つ2つそして3つまで出していく松下、青いグローブです。さあここも自らパンチを出していく。この松下自身も今まではテクニックに頼ってこのタイトルマッチ臨んできたけれども、今回はさらにそこに根性であったり泥臭さ、諦めない気持ち、そういった気持ちの面を出していきたいと話していました。手数も多く出していきます松下。さあここのワンツーアウラは力強い、このパンチの音が後楽園ホール響き渡ります。ナイスボギーですね。はい、山本さん、はい、その小川陣営ですが、まず飛ばしすぎないようにというところが聞かれました。そうですか。そしてパンチは相手も警戒しているのから、まずはジャブから組み立てていこうという陣営の指示です。やはり飛ばしすぎないようにと少し勇めるようなコメントもあったようですが、この第2ラウンド始まった時も自ら前に行きました。そして一呼吸を置いてこのラウンドも残り1分となっています。山本さん、はい、チャレンジャー陣営なんですが、小川の出方についてまだまだ硬いと見ていますね。あ、そうですか。ですから先にポイントを取るためにはペースを作っていきたいという指示です。セレスさん、松下がペースを作っていくためにはどんなことが必要になってきますか。内割りにしっかりパンチを合わせること、そしてもっと、ね、リードパンチですよね、はい、リードを打ちたいですよね。あ、そのリードを打ってこのチャンピオンの、ね、突進を止めたいですよね。まずはその左のリード、ここもボディに打っていきました。上下の打ち分けができているというこの松下、デビューから長らく玉越恭平としてこの活躍していましたが、一昨年の内藤力樹とのタイトルマッチの後に松下と対面しました。さあここはなおも小川の勢いが止まりません。左のジャブから得意の右のストレートへと転じていけるか。第2ラウンド残り10秒、ボディにパンチを放っていきました。最大のフック、これは空を切った。ここは接近戦、小川コールが流れる中で第2ラウンドが終了です。第2ラウンドを積極的に前に出てきた小川健一、
ボディストレートも多く出していました。その中で小川健一としては飯田さん、はい、今日の試合展開どういった理想の展開を目指しているんでしょうか。小川ですか、チームですか、はい、やはりこう圧倒的な強さうまさを見せたいと思っていると思いますね。具体的にやはり最初から飛ばしているということはやはり KO を狙っての今日の試合ということになるんでしょうか。そうですね、KO 決着っていうのはすごく頭にあると思いますよ。さあ第3ラウンド始まりました。ここもリング中央手数を両者ともに出しています。ただね、松下選手もねやはりキャリアあるベテランらしくね、はい、うまく戦ってますよね。あ、そうですか。打ち割りをね本当微妙にねずらしながらねパンチ当てていってますよね。現在35歳、千里馬神戸ジムでは元同門でもあります長谷川穂積と同い年です。ここはクリンチで逃れていった松下。あと松下の方はこう自分が打ち終わった後もしっかりとこう頭の位置を変えたりとか、はい、そういうやっぱりこうきちきちっとした戦い方はしてますよね。今みたいにこう打っては横に回る、あと、くっついたらすっとこう自分がこう体を入れ替えて、はい、追撃されないあのための動きもやってますよね。ここも一定の距離を保って自らの距離でパンチを出した右。いやこの前あの小川選手が、ね、パンチありますから、そこら辺の、ね、最新の注意を払ってますよね、はい、松下自身も自分の距離で戦いたいということを強調していました。この距離というのはセレスさん松下の距離と言っていいですか。そうですね、ここまではその左のジャブをついて自分の距離でのボクシングを展開しています松下。小川選手よりも、ね、少し長いんですよね、はい、距離がね。あ、そうですか、はい、小川としてはもっと前に出たい、もっと近づきたい、もう一歩ですよね、もう一歩近づきたい、ね、さあここは青コーナーを手にして松下どうかいくぐるか。一方の小川前回の初防衛戦では9ラウンドでの KO 勝利でした。松下のパンチが顔面を捉えています。ここはチャンピオンね冷静になった方がですね、はい、汗ばみに冷静にいきたいところですね。じりじりと前に出るのはチャンピオン。いいですね、今あの小川チャンピオンの方頭を振りましたけども、はい、やはりこうやっぱり正面正面に立ちすぎちゃってますよね、はい、これの頭振りながらですよね、はい、ここも頭を振って距離を測っている小川。その距離を一気に詰めていくのは松下。左のジャブから今まではテクニック頼みだった、今はもうここも前に出ていく。いやこういう、まあ、間合いというか、呼吸を読むのはベテランならではですよね、はい、本当ですね。ちょっと相手が気に入ると思ったらやっぱり打ってきますからね。小川の前後の動きに対しては横の動きで対応したいと話していた松下。その脅威である右のストレート、それも芯をずらせば致命傷にはならないと話していました松下です。さあここ前に打ってきて左、小川が一気に前に出てきます。いやチャンピオンのパンチは全部パワーで一発で倒せるパンチで振ってますよ、そのパンチの音も後楽園ホール響いています。そのパンチが繰り出されるたびに観客からも多くの歓声。ちょっとチャンピオン力んでますね。あ、そうですか。あ、ここは一つ両腕を大きく振ってリラックスしている仕草を見せました。そしてストレート、ボディから顔面というストレート。第3ラウンドが終了しています。50戦というキャリアを誇る松下健人、2011年には世界ランカーだったダンテ・ハルドンとの試合で敵地メキシコにもかかわらず3回 TKO 勝利、一躍世界ランカーとして名乗りを上げました。その大番狂わせを起こした松下、今日も果たしてこの後楽園ホールでその再現なるでしょうか。第4ラウンドが始まりました。ここも右のストレート、小川徹底して前に出てくるのは小川です。いや、飯田さん、実はこのスパーリングでもですね、はい、小川が常にこのラウンド初めに飛ばすという姿はあったんですよ。そうなんですか、ですからこれは、まあ、計画通りこの試合の中に入っていってるということでしょうね。ですね。その小川に対して松下しっかりと距離を取って、まあ、ここまで第3ラウンド第4ラウンドに入りましたがパンチを出していますが、リラックスをした方がいいという話もありましたが、小川このラウンドはいかがですか。いや、やっぱそうですね、ここでちょっと落ち着きを取り戻して、また組み立てていく。あ、いいですね。あ、ここは左のジャブから右のストレート、まあ、このペース、オーバーペースをガンガンこう襲いかかることで、はい、松下の方もハイペースになってますから。あ、そうですか。やっぱりインターバル中もちょっとこう呼吸も、深くするような見えますからね、はい、ここからですよね。
山本さん、はい、そのチャレンジャー陣営なんですけれども、明確にポイントを取るためにまずは右を先に出すこと、そして上下に散らすことが重要だとセコンドの見立てです。先に右を出すという指示が出ているようですが、セレスさん、はい、そのあたり松下このラウンドはいかがですか。まだ、ね、自分から出してはいないですよね、まあ、出していないとも出せていないんですよね。あ、それは小川のそうではプレッシャーですよね、圧力ですよね。ここも前に出ようとする小川に、松下に対して小川が返していきます。チャンピオンはあれですよね、一瞬のスピードが本当に速いですから、はい、その一瞬のスピードにね集中しているからパンチが出なくなってるんですよね。お互いに松下の右顔面を捉えています。山本さん、はい、まさにその松下の細かく出してくるパンチを警戒していますね、はい、細かく出してくるので強引でもそこを少し崩していきたいという話です。ガードの上からでもパンチを浴びせることで相手の嫌がる顔を見たいと小川は話していました。さあボディ、そして顔面と上下に打ち分けて、ここはクリンチで逃れました松下。この辺りの逃げ方は飯田さん、はい、ベテランならではのさすがの一言ですね。そうですね、まあ、こうやってこう強引にこう来るのを分かっててのこう対策をもう、松下の方は作ってきてますからね、はい、やはりちょっとそこを強引なのも大事ですけれども、はい、ちょっとこうパンチをつなぐようなコンビネーション、うん、あ、ちょっと左の目を上ですかね、聞きましたね、やや出血が見られます松下です。さあ、ただこれも前に出ました。小川が後ろにのけぞるような形、ただ小川としてもサミのストレート、ストレートだけではなく左右のフック、横からのパンチを見せていきたい、そう話していましたが、ここはストレートで相手を窮地に追いやっていきます。さあ、ボルテージも会場のボルテージも上がってきました。第4ラウンドも残り10秒、松下左フック狙ってますね。ああ、そうですか、ここも左のフック、ただここは相打ちのような形、右のストレート、ああ、今一つ笑顔を見せました松下健人。第4ラウンド終了、息をもつかせる展開です。第4ラウンド有効なパンチに寄る。さあ、チャンピオンの小川健一、リングサイドには妻のあずささん、そして長男ひょうくん、次男ありくんが見守っています。今年の2月1日には三男のおうくんが生まれました。小川とは誕生日が一緒、今日は後楽を感じていませんが世界のリングに上げたいと小川は話します。さあ、その世界のリングに向けて、ここも全速力で相手に向かっていきました小川健一。第5ラウンド、先ほどの松下の失血は小川のヒッティングによるものという場内アナウンスが流れました。やはりそれだけ、まあ、小川のパンチ驚異的なところがあるんですね。そうですね、相手のガードの上からでもパンチを出していきます小川。ただちょっとやっぱり、ね、リードパンチ少ないですよねチャンピオンね。あ、そうですか、はい、ちょっと狙いすぎてますよね。そのあたりは前回の杉田戦9ラウンドなかなか思うように試合を運べなかった動画も話していましたが、そこからの改善というのは見られますか。うーん、まあ、ちょっとやっぱり今日も力んでますよね。やっぱりこういうベテランの選手、自分よりも多少ちょっとリーチが長いんじゃないかっていう選手に対しても差し合いで負けないとか、そういうところが見えるとやっぱりこう世界っていうのを伝え感じられますよね。あと一つ、ね、気になるのが、あと1割ですよね、1割が若干ロスなんですよ、チャンピオンね。あ、そうですか、ガードが少し下がってそうですね、そこを、ね、狙われてる感じなんですよね。本人も課題として挙げていたこのガードを絶対に下げないこと、そのあたりが今日も一つポイントになるかもしれません。ただ松下の左が当たっていました。はい、どうぞ。その小川陣営ですが、序盤と変わって受けの姿勢になってしまっていると、もっとスピードを出して攻めていこうという指示です。左、そして右のストレート、ここは受けの姿勢から前へ前へ攻めの姿勢に転じた小川。右ボディ、そして顔面へとパンチをつなげていきます小川。打ち終わりややルーズになっているという解説がありましたが、そのあたり松下も狙っているかもしれません。ここはボディ、相手のパンチをかわしました松下。山本さん、ボディ、はい、どうぞ。その松下もあの小川の打ち終わりを狙っています。ただ当てるだけではなくて強いパンチが欲しいというシーンです。あ、ここも気持ちを前面に出していく松下。今までの松下ではなく新たな松下を見せていきたい、それは気持ち、泥臭さ、そういった面だと話していました松下です。さあ、ただここは小川もパンチの手数を出していきます。残り1分を切りました第5ラウンド。このラウンドを終了しますと
公開採点が行われます。さあラウンドの序盤勢いを持って前に出ているのは小川、うん、玉越ちゃんとこう打っては横に回る、打っては横に回るっていう動きしてますね。かつては玉越として活躍しました松下健人、そのあたりベテランとしての上手さを見せています。あここも顔面を捉えている松下のパンチ、そうですね、決して打たれっぱなしにならないですね、必ず返していきますよねパンチをね。ただ飯田さん、この辺りのうまさも跳ね返して、はい、勝っていかなきゃいけませんよね。そうなんですよね。さあここまで一度の防衛に成功している小川、さあ小川に相打ちのような形、ね、ただ強烈なパンチが出ました。相打ちでは勝ちますよね、勝てますよね。さあ第5ラウンド終了です。この後公開採点が行われます。ここで採点の途中経過を公開いたします。集計までお待ちください。ここで採点の途中経過を公開いたします。集計をお待ちください。ここで5ラウンド終了戦での採点と中継果をお知らせいたします。ジャッジ2社が48対47、小川選手優勢、ジャッジ1社が48対48のイーブン、2対0、5ラウンド終了戦で小川選手2対0で優勢です。ほとんど僅差となりましたこの試合、5ラウンド終了して2対1ですが、そのポイントはわずかに1です。2対0ですがわずかに1です。まあ、自分も含めて、ね、4847でね、まあ、小川選手かなと思いましたけど、飯田さんはいかがでしょうか。いや本当互角ですよね、なんでその小川の一発のパンチが強いのは分かってるんですけども、挑戦者の松下の細かいパンチ打ち割りの、手数っていうのも取られているわけですから、そこはやっぱり考えた方がいいですよね。なるほど。試合運びとしてはあるいはこの松下が一つ上に行ってるかもしれないということですか。まあ、運びとしてはそうですね、松下の方も評価はされているということですね、この作戦としては。なんで小川の方が、今松下がやっているような細かいパンチをちょちょっとこう当てるとかっていうのを散りばめていくと、はい、よりぐんと、小川の方にポイントが傾きますよね。ここも左を差してからの攻撃に行きたいところですが、松下も負けていません。サイダリー、この左のジャブ顔面を捉えることが多くなってきました松下。ザボディストレート、松田さん本当に自分の距離は、ね、最大限に生かしたボクシングしてますよね、ここもかわしていった、ひらりとかわしていく松下。ちょっと、この小川チャンピオンのパンチの軌道を、松下見たというか読んだというかっていうところありますよね。ナイス右のボディ、ああいうのいいですね、ああいう思い切った攻撃であるとかやっぱり細かいのも入れていきたいですよね、はい、チャンピオン前回の初防衛戦では右一辺倒になってしまったと反省の弁を述べていましたチャンピオンの小川です。さあその戦いから修正して今日の試合に臨んでいるんですが、果たしてその結果はどうでしょうか。山本さん、はい、その小川陣営ですが優勢に対しては気にしてないという発表でしたね。そうですか。そして狙いすぎているのでしっかりと一から攻めないというコメントです。狙いすぎているというやはり陣営の話もありました。左の細かいジャブをついていけるか小川、一方松下、ここまでしっかりベテランらしい試合運び、自分の距離での戦いができています。ここもしっかりと小川の距離が上がって相手が出てきたところクリンチで今ぐらいの踏み込みだと、挑戦者の松下に読まれるんですけども、はい、さっきすごく鋭い踏み込みをした時はこう捕まえれたんですよね。そうですか。やっぱチャンピオン踏み込みの鋭さも武器ですから、はい、そういう鋭いステップインに合わせたこうパンチで捕まえていくというのはありですね。あ、そうですか。そのあたりスピード、そうですね。あ、松下のウィンガーが見られています。本当こういうのうまいですよね、ただ小川も一瞬で試合を決めることはできます。その踏み込みはこの後このリングで現れるんでしょうか。左、右、ここでゴングです。第6ラウンド終了しました。
チャンピオン小川のボクシングに対してしっかりと対応しています。35歳の松下健人、この35歳という年齢、体重もしっかり順調に落ちたし、年を重ねても衰えを感じないと松下は話します。言い換えるなら、このキャリアこそが自分の強み、そう話していた松下。さあ第7ラウンドに突入します。ここはゆっくりと入っていた小川、初めて落ち着いたこの序盤となりました。このラウンド、まあ、チャンピオンの方はですね、もうちょっとね、全体的なリズムが欲しいですよね、はい、と言いますと少し、ね、止まっているというかね、単調なんですよね、ステップも含めてもっとリズムが欲しい。そうですね、若干欲しいですよ、そういうね、一方ステップを踏んでいるのは松下です。あ、いいですね。さあここもフェイントをかけて、一つ二つフェイントをかけてパンチを出していく松下健人。ちょっとこのラウンドで、小川チャンピオン、少しリズム変わりましたかね。あ、そうですか。どう変わりましたか。気持ちが変わりましたかね、冷静になった感じありますよね、はい、第7ラウンドになりまして冷静になってきました小川。最低のジャブ、ナイスですね。この左を突くようになりました小川。リング中央、小刻みに体を揺らして一気に前に出てきます。このステップには逃げられないんですよね。あ、そうですか。ナイスですね。これは武器で使いたいですね。これ差し合いだと、はい、やっぱり松下うまいですから、足を止めての付き合いだとダメですけどね。この距離を保ちながらも一気に前に出る小川のスピード、まあ、本人もこのキレ、パワー、そしてスピード全てで圧倒して心をへし折るボクシングをしたいと話していました。さあこの第7ラウンドになって一つ落ち着いたでしょうか。左のフック、一方の松下も対応しなくてはいけません。さあ左のジャブからステップを踏んでいるのはチャレンジャーの松下、まあ、調整者もですね、先ほどの5ラウンドで、まあ、1ラウンド1ポイント負けてるわけですから、はい、取り戻しに行かないといけませんからね。ここも左のジャブから入っていきます小川。一方の松下、勝つためにはポイントを取っていかなくてはいけません。さあ左のジャブからストレート、ただ返していきます松下。ガードを固めて、先ほど少しセレスさんガードが下がってきているという話もありましたが、このラウンドいかがですか。このラウンド、チャンピオンですか。チャンピオンです。このラウンドは下がってないですね。ただガードを上げて、あのパンチの内側ですよね、そこがちょっとルーズになるのが気になりますよね。あ、そうですか。さあここは一度レフリーに離されて、ボディから顔面、あ、ペイントを見せます松下。左を見せました小川。サイドリー、この距離から小川の得意の右ストレート、小川の右です。今タイミング合ってましたね。あ、徐々に合ってきましたか。残り10秒、左のフック、もう一つ返しまで欲しいですね、ここで第7ラウンド終了です。松下の右の目のあたりから出血も見られます。カット、右目カット、パンチ、右目カット。第7ラウンドでもヒッティングによる、小川のヒッティングによる松下の出血がありました。さあチャンピオン小川、今年中にもう一度防衛して、そして来年の夏には世界に向けて挑戦したいという話も本人から口からありました。妻アジサさんが見守る中、果たしてその青写真通りこの後の戦い見せることができるでしょうか。左のジャブ先に出したのは青いグローブの松下です。挑戦者の松下、35歳のベテラン、それに対して28歳の小川圭一。さあ松下が出る中で冷静に相手を見て、右のストレート、右、そして左返していきます。さあ小川この距離から一気に前へのスピードを見せました。この距離、警戒しなくてはいけません、松下、ボディー、ナイスですよ、ボディー、そして顔面、この脇を切った右のストレート、さあ、脇をロープに追いやって、右のストレート、ガードの上からでも、パンチを出していこうか、
制です。ちょっと足に来てますかね。あ、そうですか。少し松下足に来ていると、ちょっと体に力が入ってない感じなんですよね。さあ、ここを小川一気に攻め立てることができるか。1分が経過しました。第8ラウンド、いいですね。小川上下打ち分けつつチャンスですよね。今大きなチャンス来てますよ、はい、右のストレート。さあ、この距離から一気に前、井田さん、この距離というのは、じゃあ小川が自ら作っている距離と。そうですね。あのタイミング合ってますよね。さあ、ボディから、あとここは右のストレートが、今度は松下のパンチが顔面を捉えました。ただ今さっきまで、ね、入るところですね、松下が入るところに、小川の右のタイミングが合ってるんですよね。だから松下がなかなか前に行けないんですよ。松下もここは確かにそうですね、行きたいんですけど、右が合ってるんですよね。だからちょっと行きづらいんですよね、今。体を上下に揺らしながら、サウはこの第8ラウンド、少し納得いかないようなそんな表情を見せました。首を横にかしげました。チャンピオンの小川です。少し体に力が入らなくなってきたか松下。徐々にタイミングが合い出したというチャンピオン小川のパンチ。さあ、残り1分を切っている第8ラウンド。左、そして右のストレート。さあ、左から右、パンチを出していこうが、一方松下こらえます。松下はこれまでキャリア50戦2度の KO 負けしかありません。さあ、ここも小川が攻め立てる。 KO 負けはたったの2度。松下ここも倒れるわけにはいきません。ただ小川コール、後楽園ホールは小川に沸いています。右のストレート、残り10秒、第8ラウンド、松下も耐える。そしてパンチを返していく。いや、松下もパンチを出していきます。バービー、一つ呼吸を置いて小川パンチを出していきました。ここで第8ラウンド終了です。残すは2つとなりました。飯田さん、この第8ラウンドは小川、はい、リズムを変えて、そしてパンチ出していきましたね。そうですね、いいこのパンチなんですけども、まあ、松下が言ってた通り、小川のパンチは芯を外せば大丈夫って言ってたように、うまく松下もほんのちょっとのところでこう外せてますよね。そうですか。セレスさん、いかがですか。ただ明らかにダメージは残ってますよね。あ、まあ、もうチャンスです、ね、チャンピオンね。さあ、残すラウンドは2つとなりました。チャンピオン、ここからどう出てくるのか、あるいは松下がここから大波乱を巻き起こすのか。松下の KO 敗戦はたったの2度のみです。小川としては世界に向けて、世界にアピールした したい試合というふうに話していました。ここも前に出たのは松下、ワンツー。いや、まあ50戦のキャリアありますからね、松下、これまでの金子大輝やあるいは内藤力樹といった強豪とも戦ってきました。その日本タイトルの壁は厚く、今日が6度目の日本タイトル挑戦。明日の日本チャンピオンに向け松下も戦います。一方の小川、ここは上下に打ち分けています。第9ラウンド、ゆっくりとゆっくりと前に出ていくのは小川です。山本さん、はい、その小川陣営ですが、お話にも出ていた左が使えると、左の後の一発まとめていこうという話です。まずはこの左のジャブ、そして殿下の方と右ストレート。小川の武器でもある右ですが、ここは松下前に出た。うまいところでパンチ当ててますけども、ちょっとやっぱり松下力なくなってきてますよね。そうですよね、体の力がなくなってきてますよね。さあ、ここも松下の前に出る、ただ小川もパンチを返していきます。ただああいう変なパンチは、ね、絶対もらっちゃダメですよね、チャンピオンね。あ、チャンピオンも絶対にそこは受けてはいけない。そうですね、右のストレート、ただこの右の前に小川陣営から左をしっかり出していこうという指示があったようです。ボディ、左のボディ出していきます。そしてもう一度右のボディです。うん、まあ、松下も返していきま す, です、ね、気持ち入ってますね。本人も言っていました、新しい松下健闘を見せたいと。テクニックだけではなく、その気持ちを前面に出していきたい。その松下の右、1999年のデビューからようやくつかめるか日本チャンピオン。ただ立ちはだかるはチャンピオンの小川です。ニュートラルコーナーに追い込んで小川はパンチを出していけるか。
残り1分を切っている第9ラウンドです。山本さん、はい、チャレンジャー陣営なんですが、倒れてもいい、倒しに行け、これまでどれだけやってきたと思っているんだという指示が飛んでいます。こうなってきますと、ワンツー、技術ではなくやはり気持ちの面、指示もそうなっています。右、小川の右はガードの上からでもパンチ出していきます。さあボディ、左のボディです。いや、長兵衛もね、出してるんですけど、パンチの威力の差が出てますよね。強烈な左のボディが出ました。さあ、残り9ラウンドもわずかとなってきました。両者の名前のコールが入り混じるこの後楽園ホール。あ、右のストレート、何度も何度もこの右のストレートで KO 勝利を飾ってきた小川。さあ、この試合はどうか。前に出るのは松下。第9ラウンド終わりました。残すはあと1つとなっています。さあ、2度目の防衛戦となった小川健一、世界に向けてのアピールにしたい、そう話していました。一方、ベテランらしさで松下健人、この最終ラウンドまでこぎつけました。さあ、その日本ランキング1位の実力を見せつけ、一泡吹かせることはできるでしょうか。一方、こちらは小川健一の奥さん、あずささん。そのあずささんも見守る中、息子、ひょうくん、そして次男、ありくんも見守る中、小川健一、2度目の防衛なるでしょうか。大歓声が沸き起こりました後楽園ホール。日本スーパーフェザー級のタイトルマッチ最終ラウンドを迎えました。この最終ラウンド、先に前に出たのは松下ですが、距離を測ってパンチを出していこうが、さあ、飯田さん、この最終ラウンド、はい、どんなことが必要になってきますか。小川は、いや、小川やっぱりこう仕留めたいですよね、で、また挑戦者松下の方も、おお、ここは右目の上ですね、出血が見られて、今レフリーが止めました。ドクター、今その傷の具合を見ています。やはり倒しに行きたい小川。ああ、ここは大丈夫のようです。松下の方も力出し切ろうと出てきてますからね。ああ、松下の顔面を捉えたその右ストレート、ダウンシーンはありえますよ。そうですね。さあ、セレスさん、おっと、松下選手も行かないと多分できませんからね。左のフック、そしてここも一つフック、左から倒しに行きたい小川。前に出たサミのストレート、ここは空を切りましたが、その勢いは凄まじいものがあります。さあ、最終ラウンドも間もなく1分経過。左フック、松下も一瞬抜けるか。さあ、小川、世界挑戦に向けてここは倒したいところ。スピード、そしてパンチのキレ、相手は圧倒してきました。ただベテランらしい松下、その間合い、そして試合運びでこの最終ラウンド戦っています。ここも前に出たのは松下です。こういうのはベテランですけど、うまいですよね。35歳、今日が51戦目、あの長谷川穂積と元同門。さあ、会場が盛り上がる中、右のストレート、パンチを出していきます。オーチャンピオンね、1割に、ね、体を流すのは良くないですよ。あ、そうですか、はい、しっかりとルーズにならずに、さらにその上からパンチ、左、小川がこの前から残り1分、松下、足がフラフラになりながらもそれでも戦っています。さあ、ボディ、松下のボディ、一方が仕留めたいという気持ちがある。左が出ました。一方、松下、それでもパンチを返していきます。さあ、残り30秒を切っている。最終ラウンド、左、相打ちの形、互いの左、そして右、リング中央打ち合いになっています。返していく松下、パンチを出していこうが、ここはダッキングでかわしました松下。さあ、左、これはレフェリーが止めたところ、左顔面に当たってしまいましたが、足がふらついています松下。あー、ちょっと効いてしまったんで、
休憩を取りますかね、取らせますかね。今はレフェリーが止めた瞬間、小川の左が入ってしまいました。まあ、最終ラウンド、小川の気持ちとしても倒しに行きたいという思いがありますからね。ここは一つ松下、レフェリーが休憩を取らせています。さあ試合が再開しました。残り10秒、最終ラウンド、ラッシュをかける松下、そして小川、両者ともに意地を見せた。あー、左当たった、小川の左がふわっつけ松下。さあ最後の最後のラウンドでダウンを奪いました。小川ファイティングポーズを取る。おっと、試合を止めたレフェリー、小川 TKO 勝利となりました。レフェリー試合を止めました。最終ラウンド、後楽園ホールが少し騒然としています。日本スーパーフェザー級タイトルマッチ、小川2度目の防衛戦。最後はレフェリーが止める形でした。いや、井田さん、試合、はい、最終的にはレフェリーストップという形でしたが、はい、振り返っていかがですかね。そうですね、まあ、大川がちょっとやっぱりこうそのベテランの、味というか、試合運びっていうのにちょっとこうズルズルとしたところはやっぱりありましたね。まあ、でもやっぱり逆にこの大川の、まあ、パンチ力であるとかスピード切れっていうのはもう存分に見えましたけどね。はい、セレスさんはいかがですか。うん、そうですね、まあ、チャンピオンからすればですね、日本タイトルの防衛戦という意味で考えたら、まあ、圧勝ですよね。はい、ただこれが世界に行く、行きたい、行くっていう世界の舞台っていうことを考えると、若干物足りない勝利でしたね。本人もそのあたりは悔しい部分はあるいはあるかもしれません。ただこの松下も非常に健闘しました、飯田さん。はい、いや本当にそうですね。もう、じゃあ自分がこの強い小川に、世界へ行こうとしている小川にどう勝つかっていうのを、まあ、しっかりと考えて、できる限りのことを準備してきたというのは感じましたね。鶴瀬さんもその松下の戦いぶりというのはいかがでしたか。そうです、本当ね、パンチ強打の、ね、シャンプーに対してね、打ち割りをしっかりね打っていく勝つボクシングをしましたよね。ダウン後にカウント途中ストップしてのテクニカルノックアウトタイムはラスト10ラウンド3分4秒、ラスト10ラウンド3分4秒、 TKO 勝ちにより勝者、赤コーナー日本スーパーフェザー級チャンピオン、小川健一。10ラウンド3分4秒でのレフェリーストップ TKO 勝利での小川2度目の防衛成功となりました。松下大健闘、今回が6度目の日本タイトル挑戦だったんですが、今回も惜しくも日本チャンピオンになることはできませんでした。ただ会場からも惜しみない拍手、素晴らしい戦いぶりを見せました松下健闘です。会場では今リングの上、表彰状が与えられています小川健一。いや、セレスさん、やはり何かこう納得していないような表情が見られますね。うん、そうですね、まあ、本人もそうですよね。はい、世界を見据えての、世界にアピールしたい試合と銘打って今日のリングに上がりました小川健一です。さあ、ハイライトでも振り返っていきたいと思いますが、随所でその小川のパンチの強さというのは見られましたね。まあ、そうですよね。本当、うん、まあ、もこの